大阪五十山。やってまいりました。暑いですね、すでに。今日はですね、大阪五十山を巡っていきたいと思っております。こちらから出発して、おっと、十字さん、お元気ですか？今日は紺色コーディネートですね。はい、工程教えてください。どんな感じでしょう？というか、純吉さん、その髪の毛どうなしたんですか？髪の毛ね、これちょっと伸びてるんですよ。今からくくりますけども、ちょっとこの伸びた感じを。ヘイジュードになってますよ。これ学生時代によく流行った三つ編みパーマでちょっとふわふわにしてみました。ね、伸びてるところをボラに入れてからこうして、それでは今日も元気に行ってみよう。だいぶ日高くてだいぶ暑いですけども、ね、まあ、無理せず、行きたいと思います。大阪五十山やで。大阪五十山です。はい、今日はちょっと山があるっぽいですね。そうなんですよ。この間ね、もうブッシュでめっちゃ足が傷だらけになって、うん、やっと治ったとこなんて、かさぶたついて今日はちょっと長ズボンを折り曲げております。うん、でやっぱり日差しがね、直射日光当たらへんのってやっぱ体が楽やなっていうことで、アームカバーもつけてきました。はい、はい、もうすっかりお気に入りです。1時16分。はい、駅から 1.4 キロほど歩いたところです。はい、ここに、この案内がちょっとちっちゃくね、書いてあります。はい、こっちに、右に取ります。国見山登山口です。はい、駅から18分ほどです。しんどいんか？ちょっと、まだ序盤はね、体が慣れんね。ガスに仕上がって。純吉さん、荷軽そうですね。荷物をね、純吉さんはいっぱい、ね、持ってくれてるんですよ。そんなちっちゃいリュックで来るかれ。いや、今日はね、その入水筒をね、持ってきたかったんですよ。氷が入ってるんですね。たっぷりね、この間冷たいのめっちゃ美味しかったから。で、リュックがあのボーンって落ちるリュックやったらあかんから、これね、こう取れるんですけど、こうしっかり入んのよ。このリュックに来たかったの。それがためにこのちっこいのできたんやな。そうなんですよ。で、弁当が入れへんねんな。そうやね、りゅうちゃんに弁当。わー、悪いなぁ。あ、冷たい。これね、野球のソープールはこうやって濡らすとね、効果倍増なんですよ。気化熱でね、すごく涼しく感じる。こうして、ただし駅でこうやってやってるとボタボタ感じるんで。はい、野球のを濡らしてみました。かなりひんやりして気持ちいいです。もうね、早く濡らせるとこないかなと思ってたんで、今のはありがたかったですね。はい、はい、スタートから30分ほどであの水場にやってくることができます。はい、ここはちょっと涼しげで、エリアやね。うん、夕方になったら真っ暗になる。真っ暗や。いち早く日が沈む。日陰なのが嬉しいね。ああ、8時44分、スタートから47分、距離は3キロです。はい、国見山に到着しました。じゃーん。じゃーん。いや、城跡が、昔お城があったっていうのが分かるよね。やっぱり見晴らしがいいところに建てたよね。今
京都タワー、ちょっと見えませんね。うーん、いやーいいね、やっぱ。ああ、いい景色です。国山で、国見山までピストンしてすぐ戻ってきました。100メーターほどですかね、はい、そしてまたこっち、この浜まで 1.7キロ、 1.7キロ、はい、9時、はい、9時2分、はい、距離は 4.2 キロ、1時間ほどで到着しました。ここね、このトイレは夕方5時になったら閉まるんですよ。はい、橋原の方から重走するときには夕方ぐらいなんで、何個か行ってもな。そうなんです、いい感じのベンチと、うん、河野さんの登山入り口です、はい、時刻は9時11分です、はい、距離は 4.8 キロ、 4.8 キロ、はい、ここからちょっときついですね。月光登山すぐやん。でもマイペースですね、はい、まだ序盤なんでね、はい、やりましたね。9時19分、距離は 5.15 キロ、はい、見に立つとあんな感じになります、はい、人が立ってると分かりやすいですね、はい、本日のハイライトです、はい、早くも そこなん？やっぱここですかね、はい、あの舐めとったら結構高いんでね、落ちないようにしてください。ここです、やりました。大阪50段、50段やりました。リュックはここに置いて、どうしても登ると言って聞きません。仕方がないですね。お、なんか意外と難しいらしいです。無理はやめた方がいいですよ。やるね。なんとかは高いところが好き。まっすぐ来て、ここに落としそうなんですが、この駐車場400メーターって書いてあるとこ、これを右に降りていきます、はい、ちょっとここチャンスですね、ブッシュなんで下ろしてみます。セミシグレの小道、はい、時刻は9時42分、まもなく6キロです、そこからピュッと出てきました。この舗装路に来るとなんかちょっと1ステージ終えたという感じでホッとします。暑いですね。ちょっとアブに追われまくってるリュウジさんです、こういうトレイルランナーみたいな格好はよく足元にまとわりつくので注意が必要です。私は今日はハイカールックでやってまいりました。バッチリですね。こまめに水を魔法瓶に足しております。氷いいですね、これ。はい、アミノバイタルゼリーリフレッシュチャージャーチャージレモン味、34キロしかない。暑いとね、食欲あってもね、なかなか消化するのにもエネルギーがいるから、こういうのをやっぱり助かるね。はい、ホッとするね。純喜さん、なんかちょっと細く見えますよ。筋肉質な足が見えないので、なんか細い足じゃないかという想像力をかきたてるんでしょうね、こういうの。それは嘘ですよ。嫌いです。今日はハイカーです。うまいや。
弱そう。見覚えのあるところに来ましたね、はい、順調です。これ750ミリリットル入るんですけど、最近のはすごいね、本体が軽いからね、やっぱいいよ、このワンプッシュ線。どうですか、美味しいね、うん、頑張ろう。やってきました。ここです、現在地、はい、こうやって見るとね、だんだんうってってってきたのよくわかるね、うん、こっち方面に向かいます。イムレー方面ね、今ここです。イムレーは出てきてるな。はい、はい、行きます。待って沈みた意味ある、うん、純吉弁当はありません。純吉の早弁タイム、こだわりいなり寿司です。10時26分です。まだ10時26分。ちょっと早いけど、ほら、こんなにいいベンチとあれがあるんで、これは家から持ってきました。サバの水煮缶です。ほら、食べた方がね、荷物も減るしね。いただきます。そしてサバは、これ飲むのがポイントです。塩分補給。いただきます。じゃあ、管理棟です。チーズとかもあるんですかね。暑いからかな。はい、この暑いのにサワガンをペロッと一缶平らげまして、元気もりもりの純吉です。感じもするけどね、もう開けたらしゃあないね、食べんとね。よくはこの暑いのに、サバ缶。あ、そう、うん、いや、美味しいよ、塩分が体に染み渡って。すごい。え、時刻は10時51分、まもなく距離は 9.9 キロですね。管理棟に到着しました。ここで自販機必要であれば給水してお手洗いをお借りすることができます。はい、我々はもう休憩したばっかりなんで、はい、スルーして進みたいと思います。ここからいつも被災地の方に行くのにはこっちやねんけど、はい、今日はこっちには行きません。ここに地図ありますね、うん、ちょっと道を見てみましょう。初めての道です。はい、星のブランコには行かないルートです。はい、ちょっと初めてなんでワクワクです。はい、車が通りそうな林道をずっと上がってきました。はい、なんかすっげえショートカットできてる感じするわ、これハイカーのみですね。うん、ハイキングコース、はい、うわー、景色もちゃうね、うん、はい、今日もやってきました、恒例コーナー、純吉の栄養士うんぬん、パフパフタンパク質が不足するとどうなるか、症状その1、脂肪肝、肝臓に脂肪がつく。7、なんでタンパク質が足らなかったら脂肪が肝臓につく、なんで。それはですね、リポタンパク質というタンパク質にはお船に乗ってこう肝臓出発点として全身にこう脂肪を届けるという役割があるんですね。そのお船が出ないということは、スタート地点の船着き場、出発場から脂肪が全身に行かないということで、そこに溢れるわけですよ。これがいわゆる脂肪肝です。わかりますかね。お船が出ないんですよ。船が出るぞじゃんじゃん。今これここ現在地ですね。青いポッチついて、あ、ちゃう、ここ、あ、こっちか、うん、ここ、この、これなんとね、現在地までわかるんですよ。これヤマップでダウンロードしたんですか、うん、この現在地がわかるっていうのがすっごいいいよね。ほんでいつもの被災地駅前を通るとぐにーっとこう回っていくべきところを、これですごいショートカットできてるっていうのがわかりますかね、うん、これ我々初めてなんですよ、このゴルフ場脇を通るコース。これもこのヤマップをダウンロードしたおかげで、あ、こんな行き方あんねやってね、今まで何の疑問も抱かずにああやって大回りして被災地をアホかまあ、あの星のブランコね、あれ見どころなんでね、あれはあれでいいんですけどね、
今日はちょっとこっちを通ってみております。どうですかリュウイさん、暑いね。爽やかな風が一向ないないね、今日無風ですね。暑いだけやまだブーブー言っております。カット。11時22分、距離は 12.3 キロ。そこの道からビューって降りてきました。ここ渡るのがね、結構ね、カーブで見えづらいので、ここトンネルね、168号線です。これを気をつけて渡って、はい、こっちに進みます。この川を渡ります。おー、なんじゃこりゃ立派。じいさんの風俗。何屋さんやん。カフェやろ。結構来てるね。ああ、この水浴びたい。あ、きついわ、この坂は。すごい急勾配。水やけくそやけくそらしいですか。バテバテやでね、これ。暑いね。暑い。はい、飯盛霊園に到着しました。はい、これもう入り口がね、ちょっと分かりにくいんですけど。はい、ここを下から撮るとなんかそのまま行っちゃいそうなんですけど、この景色、この景色です。はい、ここにひっそりと遊歩道って書いてるんですね。はい、ここ行くとハイキングコースに入れますということです。立派な霊園です。はい、時間は11時50分、距離は間もなく 13.8 キロ。はい、4時間が経とうとしております。しんどよく頑張りましたね。はい、お昼なんでちょうど暑い時ですね。はい、お盆なんで皆さんお墓参りに来ていらっしゃいます。はい、本日2回目の昼食タイムです。イエーイ、食欲旺盛。いただきます。はい、時間は、16.2 キロ。はい、12時28分。はい、4時間半が経過しておりますね。はい、あと10キロ無線打ちに終わるでしょう。はい、はい、暑さとの戦いです。はい、正午もあると暑いよ。はい、なんかハイキングのハイカーの格好してますけど、暑くないですか。あのね、ハイカーがね、どうしてこういう格好してるか分かった気するわ。意外とね、このアームカバー、こっから風が抜けて割と涼しいし、日差しがじりじりしないから、アームカバーしてる方がね、いいね、快適やわ。でズボンも、まあ、確かに風がこっから抜けないからちょっと濡れる感はあるんやけど、まあ、やっぱ安心感があるね、虫とか草とかの。意外と思ったよりね、いい。それか、うん、喋んのもしんどいわってだいぶバテてきました。はあ、暑いわ。でも当分ハイカーで来るよ。うん、道路に出てきました。何時ですかね。13時1分です。はい、18.4 キロ。はい、5時間経過しました。はい、はあ、四条縄手市立野外活動センターのところです。懐かしいですね。はい、もういつぶりか分かりませんね。ああ、ここです。あ、ここです。
はい。立ち入り禁止やって、橋の崩壊の危険あり。どう行くねん。迂回路があるんでしょうね、きっとね。そこにマップがあるんで、マップ見ましょう。めっちゃ崩れてるやん。ごめん、すごい。もう。これは何をどう頑張ってもいけませんね。うん、今ここです。はい。はい、橋が崩壊してましたので、迂回路を掘ります。と言っても、ちょっと道がよくわからないんで、車道をもう少し先に進んでみます。はい、時刻は13時16分、距離は間もなく20キロになろうとしております。うん、もう5時間20分もこんなことをやってますね。うん、水辺自然園って初めてやな。はい、行ける気がしてきましたか。いや、というかもうこれ、行かんと帰れないですけどね、また、前回と同じで。あのね、ちょっとその山地の地図が、めっちゃ大層に見えるのよ。せやな。あの東高線とかが、すっげえ遠回りやんとか思ったんやけど、うん、いや、さっきの分岐までの距離が近かったから、あ、これ近いんやっていう、ちっちゃい中でごちゃごちゃっとしてんねやっていうのが分かって、行ける気がしてきたって感じ。なんかこの辺道がいっぱいありすぎて、どこを通ればいいのかよくわかんならわからないですけど。カニヶ坂、うん、コースを通ってます。元気出していくよ。はい。いや、暑いね。暑いな。オッケー。いいとこを見つけました。なんかえらいがっつり洗ってます。激しい。そうやねん、この夜景の洗うとむっちゃ気持ちいいねん。あ、ほんと。やっ。あ、そしい。51分、距離は 21.3 キロです、はい。この分岐はですね、こっちに行くと900メーターで、滝の方に行くんですが、こっち400メーターでもう飯盛山なんですよ。で、競技の結果、今日はもう飯盛山に行こうと。ピストン900メーターはちょっとしんどいなと、はい。コース下から通ったらここを経由してくるコースもあったんですけども、これはまた次のお楽しみということで、今日はこのまま飯盛山を目指したいと思います。はい。残念。あ、残念な。いや、しんどい。はい、命の水がここにもありました。これ冷たいわ。めっちゃ冷たい。ここです。この上にもありました。本当だね。差別満点。ここにもある。一歩一歩やって。なんかね、山を愛する人の気持ちがね、伝わってきてね。14時11分、距離は 22.4 キロですね。はい、あそこの下から上がってきて、右に行ったらもうすぐ山なんですけれども、ちょっとだけ左に行って、この靴の木。何個、はい、さんにお参りすることにしました。はい、50山、はい、なんとか飯盛山、河内飯盛山、登頂しました。ありがとうございます。タッチありがとうございます。14時20分、距離は 22.8 キロ、はい、6時間23分かかりました。しんど、これはしんどかったです。あ、でもなんか出迎えてくださって嬉しいね。おお、街が全部見えるわ。
もうすごい。ねえ、これは素敵。ここに腰掛けてご飯でも食べてもらえそうな。あっちいよ。あ、さっきのとこ登ったらあそこから見えたんじゃん。14時47分、まもなく24キロですね。はあ、こんなに街が近くなってきました。嬉しいね。はい。いやちょっと急な下りですけど。はい。さすが城跡。だいぶ急です。ようやく涼しい風が。これはかなりの丸太階段が続いてます。これ下から上がってくるの大変。大変やなこれ。かなりの段差です。15時になりました。距離は 24.3 キロ、はい、そこから出てきました。はい、なかなかあの段差のすごい急な登山口でしたね。これね、うまい、ヘロヘロ、はい、いや今日はどうでしたかね、コース。暑かったわ。今日なんかもう楽ちんですぐ終わろうと思ったのに。私は絶対そんなことはないと思いましたが。あ、しんど。あの何か所か自販機もありましたし、あのコース的にはすごくいいコースやったと思いますね。はい、あの星のブランコとかを交えて秋口とかに行ったらすごいいい、ロングコースになるんじゃないでしょうか。今日はもう25、6キロかな、駅まで、はい、になるかと思います。はい、じゃあ駅まで行ってみましょう。15時22分、距離は 25.6 キロ、7時間25分の旅でした。市場の定期ゴールです。はい、駅前でちょっとカットフルーツとかいろいろ買い込みました。あ、暑かったですね。はい、でもいいコースでした。楽しい一日でした。はい、それでは皆さんまた元気にお会いしましょう。またねー。